はいどうも、トワイスです。イブ続きやっていきたいと思います。ギャリー編っていうことで、まあギャリー単独の、動きになりますね。普通になんだろう、始めたばっかりなのにテンションいきなり下がっちゃった。ギャリーさんにはこう見えてたのか、どっちが本当なんだろうな。赤色の目、何回見てもこれが可愛いだなんて思えないわ。うん。イブの目にはウサギに見えてたんですよね。どっちが本物なのか、目ぼしいものはないわね。ん？あらま、動いたわ。なんでさっき気づかなかったのかしら。まあいいわ、ここから出られそうね。うん、ここから鍵取ったのか。置物がバレたって言ったけど、本当にただぬいぐるみが落ちただけと。あら、セーブポイント。助かるー。さて、出口なんてない。理由なんてない。歌詞みてえだ。これなんだ？なんかあるでもないのか。鍵。五本の何か。これがあるってことは向こうになんかヒントがあるのかな。はい。あ、もしかしてこれ右から2番目を引けばあの絵がなんかなるのかな。はい。これで通れるようになるのか。まあ行くだけ行ってみようといった感じで。イブ見て、通れるようになってる。取っていい？いいって、ありがとう。面白い音する。中で何かが動いている。イブ、この箱開けるのやめとこ。そうだな。なんじゃこれ。はって、これとなんか関係あるかと思ったけど、とりあえずイブ編を進めた方がいいか。うわ、なんだおりゃ。目に悪いね。ねえイブ、ちょっと聞いていい？ヤリってイブのお父さん？違うよ。じゃあお父さんは別にいるのね。そっか。イブのお母さん優しい？怒ったら怖い。そうだね、優しい感じだね。いいな。早く両親に会いたいよね。私も早くここから出たいよ。ねえイブ、あのさ、もしここから出られるのが二人だけだったらどうする？二人だけだったら、はって、選べねえ。優しいかもしんないけど、どうだろう。譲るとか。でも自分出たいよな。ギャリーと出たいかな。そう、ギャリーと一緒の方がいいんだ。まあ今のは例え話だからいいけど、出るときは一緒に出ようね。約束だよ。あら、ナイフ持ってる子にそんなこと言われたくないわ。うわ、なんか物騒なもんがあるな。まあいろいろ見よう。釣り人、誰もいないね。はって、こっちはマネキンがある。これって体はないのかな。そのままにしておこう。傘をなくした乙女。はあ、机の上に何か。木の鍵。はあ、木の鍵ね。これか、違うのか。唇だ。告げ口。なんか警報を鳴らす的な。天の糸。ここは鍵かかってない。何ここ、色がない。ほう、パレットと筆が浮いてる。誰かいるみたいだね。
キャンバスに虹の絵が描かれている。はあ。なんかしないといけない。川と、なんとか。メアリーは字は読めないか。なんだろうこれ、名前を入れればいいのかな。あー、これどっかで見なきゃいけないのか。さすがに違うよね。ギャリーの方でなんかヒントを見つけてくる感じかな、こりゃ。一旦セーブするか。あー、でも進めないもんな。なんかギャリーの方でそういう絵みたいなのってあんのかな。本物の植物だったら燃やす手もあったけど、これはさすがに無理だ。そうだよね。この部屋、もう一つの深海。なんか見逃してんのかな。これはどうしようかな。作品のタイトルを覚えてないから、あ、これ動かせる。これでなんか変わるか。あ、なるほどね。ここかな。おお、開いた開いた。そういうことね。人形だ。気味の悪い人形。こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの。だから一緒に連れてって。え、お前を？あら。ねえ、どうして連れてってくれないの？え、だって、押し引きできるんならいけるけどさ。あ、どうも。なんで無視するの？私のこと嫌いなの？おお、またいるね。いや、どこまで来るかな。ねえ、遊ぼうよ。ここ面白いものたくさんあるんだよ。そうなの？あら、まだいるね。私のお友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。はって。あら、いらっしゃる？永遠にここにいろ。口調変わったな。やだよ。一体どこまでついてくんのよ。もういい加減にして。あんたの相手をしてる暇なんてないのよ。まあ、避けるか。こういうのには関わらないのが一番だわ。おっち。連れて行け。やだよ。さてと。鍵、ドアノブが異常に冷たい。お、心配だっけ？うん、そうだね。ジャグリング。釣り針。向こうと対応してるのかな？釣り人っていうのがあったよな。ああ、15か。また上からだね。ここは入れない。で、ああ。まあ満タンだから別に変わらないけど。あったあった。緑の夜。はいはい。これ早速打ち込んでみるか。ああ、いいのかな。ごめんよ。にしても緑の夜か。五感だけだけど、すげえ、あの、ポルノグラフィティを聞きたくなってきたね。一人の夜。これは、あれか？タイトル通りじゃないとダメなんかな？これわざわざ緑がカタカナってことはあれかな？あの、リキュールの方の緑なのかな？でも、あれって別に外国産のリキュールではないよな。メロン味のリキュールだったと思うんだけど。あ、決定に勝手に行くのに。
あ、いたいた。はて、怪しいね。ある少女の末路、あるところに小さな女の子がいました。女の子は両親と一緒に美術館へ行きました。しかし、ふと気がつくと女の子は迷子になってしまい、薄暗い美術館の中を探しましたが、両親も出口も見つからず、怖くて心細くて寂しくて、お腹も減り、喉が渇き、転んで怪我をして体力も限界になって、最後のページに小さな女の子が倒れている挿絵で終わっている。こういう風にはなりたくないもんだね。ゲルテナ作品集上。ゲルテナが描いた絵がアルファベット順に載っている。AKJO。赤い服の女、6210年。当時はゲルテナの愛人をモデルにしたとも言われていたが、本人の口から否定の言葉が出た。実際はゲルテナの遺産を狙い寄ってきた、なんとか、なんとかな、女性たちをイメージして残したものとのこと。難しくて読めない字がある。はぁ、あ。K。なんとか模様の魚、6235年、モノクロで描かれたにもかかわらず、光の加減や角度により色づいて見える不思議な作品。非常になんとかでなんとかななんとかの描写は、見る人に様々な感情を呼び起こすであろう。難しくて読めない。はぁ、あ、はぁ、あ。最後は ?J。ジャグリング。ギャリーのとこにあったかな、それは。6223年、孫と見に行ったサーカスで出演したジャグラーをモデルに描かれた作品。ジャグラーって言うとあれっぽいな、なんか、パチ屋にある台。僕はやったことないけど。ジャグラーか。ゲルテナが実在する人物をモデルに描くのは大変珍しく、現在でもこの作品は高値で取引されている。高値ってことだけとりあえず覚えとけばいいのか。あとはもう一回見たいのは K か。なんとか模様の魚、光の加減や角度により色づいて見える。うん、なんか意味あんのかな。一つの鍵やな。あー、木の指はちょっとな、怖いよな。あって、メアリーはなんか感づいたみたいだけど、まあどっかが開いたってことだよね。わ。ああ、ジャグリングだ。鍵がかかっている。あ、ここが開いたのか。書物の持ち出し禁止。はいはい。動かせそうだけど動かせない。この世の定理。存在を交換することにより空想が現実になりうる。意味わかんないわ。うん。あ、未知に勝る恐怖はなし。それはその通り。恐怖。一人でいると恐ろしい。二人でいると安心できる。三人でいると先が破れていて読めない。イブたち大丈夫かしら。まあ、二人でいるからまだ良かったわ。色彩の極意。ああ、これは必要なのか。悟り。はあ。存在の交換ね。真相。あら。ずっとあなたについてくね。私の家すぐそこなの。あ、そうなんだ。おお、なんだこれ。台座のようなもの。で、7つの色彩、絵の具玉を集めよう。さすれば部屋は色づき、そなたの架け橋となるだろう。絵の具玉、そんなものどこにあるのかしら。はてね。一つずつ調べてったらどれかに入ってるなんてことはなさそうだけど。あと言ってないのは、おっと、あるじゃない。柔らかいけど握ったら割れそう。はい、絵の具玉黄色。あら、消えちゃったわ。はあ。鍵。
これ戻る意味ないのかな？うん、別にあの人形がついてくるわけでもないけど。というかあれかな？あ、連れていけ、はいはい。あれかな、あの、向こうはイベとメアリー二人でいるから安心っつって、で、こっちはギャリーと人形が一緒にいるから安心みたいな、そういう感じのギャグってことかな。何も安心ではねえんだよな。あら、戻れないわ。さあって肝心の絵の具玉なんてどこにあるのかな？ていうかあれか、回復ポイントがあるんだから別にこっちを試しに。うぅ。絵の具玉紫。消えちゃった。入ってない。ダメでした。しようかと思ったらなんか見てたぜ今。それとも僕が見逃したのかな、さっき。これ見たじゃん。でこれを読んで、この下に絵の具玉黄色があって。でここに。セーブした方がいいな。また死んじゃ嫌だからね。で、あの傘取れる？取れるか。オッケー。同じとこでいっかな。あとは、傘は、反対側か。ここ進める？いや、無理だな、向こう側まで行くのは。とりあえずあのガスを解除するか、ガスを防ぐ手段がなければ。あ、もしかしてこの釣り針をなんとかすれば、この傘を向こうに渡せるみたいなことがあるのか。あ、絵の具玉だ。これは絵の具玉向こうにもあるってことなのかな？ちょっと大きめの謎が出てきちゃいましたね。で、これは特に今何かできるわけじゃないか。OK。で、ギャリーさんほど HP がないからこのガスはイベたちは突破できないね。マネキンの首の中にあるのかな、何か。天の糸。多分絵の具玉を揃えればここに架け橋ができるってことなんだろうかな。じゃあやっぱりマネキンをちょっと落としてみるしかないのかな。今んとこ動きがあるのはこれぐらいだしね。ダメか。なんもなかった。くそ。
これ。やり直して。別にロードし直してもいいんだろうけどな。あ、でも釣り人さんが出てきたな。多分だけど、関係があったのって、その、重かったそのマネキンだけだね。どうすっかな。まあでもこれのダメージリセットするのもなんか違う気がするので、このまんま行きますか。で、釣り人さんが出てきた。ってことは、傘を渡せるかな。傘をかけてみる。でもこれでフラグは立ったな。で、向こうの傘をなくした女性の方に、なんか連れてる。あ、ありがとう。持っていこう。よ。イブ、傘って、はい。お、雨が降ってきた。で、一旦、セーブして、なんか変わったかな？ダメか。あー、でも、もしかして、無理だよな。あ、帰りも回復できる、もしかして。いや、これはミスったな、多分。確かに。ちょっと時間が、結構経ってしまっているんですけど、その紐引いたところあたりで、まず今回は終わりにしようかな。こうだな。あ、ダメだな。あ、いけるのか。ガスみたいなの止まったわ。これは結構進んだな。さて、じゃあ一旦。うん。これでイブたちの方にタッチして先に進むようになるのかな。というわけで、今回はちょっと大きめの謎解きで、あんまりストーリーがガガッと進んだわけではないですけど、やっと本番って感じなのかな。では次回イブの方にバトンタッチしてやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼しまーす。